大阪府立桃谷高等学校は、大阪府大阪市生野区にある府立の高等学校。通信制、食べ制の二つの家庭を有する単位制高校である。通信制の家庭は、前身の大阪府立大手前高等学校、通信制家庭の時代から現在に至るまで、大阪府内の公立高校としては、唯一のものである。1966年に、 大阪府立大手前高等学校から分離独立し、現在地に移転して大阪府立桃谷高等学校として開校した。桃谷高等学校の校地は、1966年3月に別の場所に移転した大阪府立勝山高等学校の旧校地を転用したものである。またかつては大阪府立白木区高等学校及び 大阪府立大学工業短期大学部と校舎を共有していた時期もあった。2005年4月より定住制の家程を多部生単一生高校に改編した。両家程を合わせて3000人に近い生徒と200人を超える超高生が学ぶ府内公立最大規模の高校である。2020年度から多部生単一生一部、二部が大阪府立勝山高等学校と統合し、 大阪府立大阪若葉高等学校開校。日夜間部昼間部一部、二部三部1948年に大阪府立大手前高等学校に通信教育部が設置されたことが学校の起源となっている。通信教育部は1962年に通信制課程へ解消され、1966年に通信制課程が独立する形で、 大阪府立桃谷高等学校として開校した。開校当初は通信制課程のみを設置していた。桃谷高校開設に合わせて企業からの集団入学者を対象とする集団部を新設、大手前高校時代からの個人別の入学者を担当する個別部と合わせて2部とした。1992年には単位制に改変した。個別部を単位制部と解消し、 月、水、金曜午後にスクーリングを実施する、昼間部を新設、従来からの各週日曜日の日中と毎週末、金曜の夜にスクーリングを実施する部を日、夜間部とした。同時に集団部の入学者募集を停止し、在籍者の卒業を待って1995年に廃止している。1995年に定時制課程を設置した。2005年には、 定時制過程を食べ生単位性高校へと改変している。大阪府教育委員会は2018年8月30日の教育委員会議でさらなる少子高齢化の影響で府内の公立中学校の卒業生が2019年度の約7万人から2023年度には約3000人減る見通しを受け、府立と大阪市立の昼間部のある 高等学校について2023年度までに発行、減らして、計141校にする再編計画案を了承した。2020年度から、多部生単位性1部、2部が、大阪府立勝山高等学校と統合し、大阪府立大阪若葉高等学校開校。多部生単位性3部を夜間定時制とし、通信制の定員を拡充して存続する。 通信制の過程では多くの専門教育科目、学校設定科目を開講し、生徒の希望により特定の分野の科目を集中的に受講することを可能にして、これをコースと呼んでいる。あくまでも入学後の生徒の希望によって決定するものであって、コース別に入学者を募集するという性格のものではない。体育コース、芸術コース、外国語コース、家庭コース、 工業コース、商業コース、芸能文化コースが設定されている。ワールドとは、大阪府立の食べ生単異性高校を普通科において、開設されている選択科目を生徒が選択する際の目安となるように、系統性や関連性から分けた科目群。選択にあたっては、複数のワールドにまたがって選択することが可能。当校では、下記のワールドを設置している。 ありがとうございます。